動画収益と現地バイトのみで日本一周を目指す僕ら。奄美大島から沖縄までのフェリー代は8,250円。そのお金を稼ぐために船釣りバイトをするも、もらえた額は7,000円。果たして僕らはいつ沖縄へ行くことができるのだろうか。はい、どうも、収益だけ日本一周を目指す流星と泣きのです。ってことは、普通に持てるものだったら6,520円で沖縄まで行けるってことですか。はい、折りたたんでバック。それ那覇、それ那覇ですか。元部で、チケットは前日とか前日、当日です。当日で取れるんですか。はい、朝5時50分5時50分の前に来て取るって感じですか。4時半から行ってます。4時半に来て取るって感じですか。じゃあ6,520円。そうだね。で、当日4時半からやってる。それ以外何かプラス料金かかることってあります。例えばリュックが大きいからプラス料金かかりますとか。大丈夫。持てるものであれば、リュックのリンクをバックに入れて、はい、押しただけですので。ああ、了解。わかりました。じゃあ6,520円だ。ありがとうございます。いやちょっとまた予想外の展開で、折りたたみ自転車を持てれば、折りたたみ自転車代の1,700円かかんないみたいなんで、6,520円で行けたみたいです。元部まで。なんでどうする？今日が26年。そうだね。とりあえず行けることになったね。とりあえず。まず喜ぼうぜ。そうだね。まず行けます。やっと稼いだんで。だよね。今日26。西橋で行こう。さて寝ます。換算するか。もう明日で、明後日結構決まったんで、はい、とりあえずフェリーに乗るために直接収益額を下でちょっと使います。豪遊です。これだいぶ豪遊だね。袋ラジーか。え、俺見たことあります。一周中、一周中日本一周中です。それで見ました。あ、それで見ました。吉田さん有名人みたいな。でも結構、はい、多分チャンネル登録の依頼だったと思うんだけど、はいはい、女子高生、まあ、結構話して、その女子高生とか小中学生の女の子に対する声かけのそういう事案とか結構あって、結構女の子たちも警戒してるから、へえ、まあ、あまりも話しかけない方がいい。あ、わかりました。もうするんだったら男子高校生とかそっちの方がいいと思う。わかりました。やっぱり結構警戒心強いから、で、まあ、間違われてもいいやでしょ。はいはいはい、せっかくこうやってね、楽しんできて、はい、まあ、ちゅうことね、ごめん、ちょっと電気もついてなかったから、あ、ちょっと、わかりました。もう安全な街でいいね。うん。コントロールしてるから。はい。わかりました。ありがとうございます。ごめんなさいね。はい。はい。じゃあ。
先に失礼します。うん、これ半端ねえな。